秋季練習初の紅白戦となった今日、赤組先発大道は2回ツーアウト三塁一塁のピンチを背負います。落ち着いたピッチングで三振を奪います。その後も粘りのピッチングを見せ、3回無失点。先発ローテ定着に向けアピールに成功しました。3回無失点です。一方、白組3番手でマウンドに上がった中崎。中崎は2イニング連続三者凡退で来シーズンの復活へいいアピールとなりました。バッティングでは白組2番中村奨成、まずはレフトへ。5回にはこれまたレフトへ3打数2安打と結果を残します。そして5番正瑞、こちらもマルチ安打打点1と首脳陣にアピール。秋季練習3日目は若鯉たちのアピール合戦となりました。